どうも皆さんおはようございます。今回はこの GRMN ヤリスサーキットパッケージを借りまして、首都高速湾岸線を走っていこうと思います。で、目的地は芝浦パーキングエリアまでとします。距離的におよそ30キロ弱ってところですかね。で、この GR ヤリスは意外とトルクフルなマシンであるので加速力は強いですね。そしてスピードの伸びもかなりのものです。それじゃあ走ってまいりましょう。で、お、よろしく。お、これだ。やべえ。びしょ濡れ。さっきまでって言っても7時から8時ぐらいまでが一番雨足が強かった時間帯でした。で、まあそんな雨の中での湾岸線を走っていく、そんな動画となります。で、まあこれからようやっとその強烈な雨雲が過ぎ去って曇りになってくっていう感じなのかな。雨は止むかなという感じ。首都高湾岸線って水はけ良くねえな。正直水はけ良くない。新東名とか東名、普通の東名のように水はけが良くない。水たまりがまああったりはするな。
その一帯の道路が、道路の路面が、ね、うん、正直やっぱりどんなマシンでも、うん、電磁は滑りやすい。この GR ヤリスにしろ、ポルシェの911ターボ S にしろ、正直滑りやすくない。要注意。雨足は少し弱まってきたかなという感じかな。でもこのトンネル、川崎航路トンネルは、うん、あんまし水はけよくねえな。常になんか道路が濡れやすい状況感じだよ、雨の日だと。このトンネル、
ダメなんだよ結局は。滑ってるっていうのはあれだろうな、僕ただ見シルバーラインを思い出す。僕ただ見シルバーラインはもう年がら年中湿ってるようなもんだからな。あれは地下水がにじみ出てるっていう感じで年がら年中湿ってる。それにでもって滑りやすいし道幅狭いし、ラブがブンブン飛んでるし、シュタイン製のレーシングショックアブソーバーは
硬いからな。こういった付け目の振動もろくいかな。その振動でカメラがすぐガクンと落ちてしまうから。都内のこのスカイラインは雲かかっててあんま綺麗に見えん。
レインボーブリッジもあんなもんな。映えない。大回りで行きます。イン側を攻めるとちょっと多分大丈夫だと思うけど、でも下ガリって一番遅いもあるから、まあそりゃそうだよな、みんなあれだもんな。良くないな。これラインギリギリで攻めた方がいいんだよね。そうした方がピシッとはまるんだよね。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならば、チャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ。登録。みんな待ってますよ。